ケルピー役の小安武人です。皆さんこんばんは、もしくはこんにちは、おはようございます。まあそんな感じですね。はい、一応今ここで僕喋ってますけど、ついさっきまで歌を撮ってました。ちょっと枯れてるような感じしません？そうなんですよ。もうなんかね、結構高いとことかバーン行くんで、気がついたら割とこうちょっとカスカスな感じで、どうも小安武人ですみたいな感じになっちゃってね。どうしようかと。この曲本当難しいんですよ。なんでしょうね、第一印象でもらった時に、なんだこれ。これ何、これジャンル何みたいな。なんかミュージカルとか、なんか舞台のこうお芝居チックな中でこう歌ってる曲みたいな感じのイメージがありましたね。まあわかりやすく言えば、女性がいっぱいいるとこの劇団のとこでなんか急にこう歌い出す、大丈夫、なんで歌っちゃってんのみたいな感じのね、そんなようなところがあるんですけど、これがまたね、こうなんだ、表情が一個一個のこうブロックにあるんですよ。だからこれが非常にこうなんかお芝居チックというか、気持ちでこうなんか持っていくような歌で、これ難しいなーっていう風に思って練習したんですけど、なんかあんまりこうパッとしなくて、どうしようと思いながら、家で一生懸命練習してましたね。フレーズはさっきも言ったんですけど、まあ A メロというか一番初めに始まって最後の方にどんどん行くに従ってどんどん盛り上がっていくんですけど、間に例えば妖精さん出てきました、妖精さんとお話ししてますみたいなねものがあって、こう一回こう沈んだっていうか、こう雰囲気作っておいて最後またバーンと上がるような、こうなんかドラマティックなその物語があるような感じなんですよ。物語があるような感じっていうのは非常に好きなんで、徐々にこう初めはちょっと軽くポップな感じで、あ、可愛い妖精さん出てきましたみたいな、こんにちは、どうも、小安武人です。みたいな感じに喋っておいて、ちょっとどうなのよ、妖精さん。もっと近くいらっしゃいよ。みたいな感じになってきて、で、最後に、おい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 って感じですよ。そんな、これがっかりしてませんかね、皆さんね、ここだけ聞いて。僕のこのキャラクター大丈夫ですか、間違ってませんか。ああ、小安さん、こんな人だったんだ、がっかりです、みたいなね。初めて僕のトークを聞いた人いるかと思いますけど、まあこんな感じです、こんな感じで収録もしてます。はい、非常になんだろう、お気に入りのフレーズはこうだん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 こう盛り上がっていくところ、いいじゃないですか。はい、もうポエムはもう本当にあれですよ、本当にこう何難しいんだよねあれね、こうなんか優しい感じでもちょっとぶっきらぼうで、しかも、ちょっと奥手な感じを出して、やってみましたが、まあそういうところがケルピーらしいんじゃないかなっていうふうに思ってますので、ポエムの方もまあよかったら聞いてみてください。まあ割とうまくできてるんじゃないですかね。はい、最後になってまいりました、本当に、私の声もだいぶ、残り少なくなってまいりましたが、皆さんいかがだったでしょうか。こういった企画恐ろしいですね。役者さんに一体何をさせようというんでしょうか。いろんなものをできると思っちゃいけない、役者さんそんな器用な人ばっかりじゃないんでね、私もですね、久しぶりにキャラクターソング歌わせていただきましたけど、いや本当に歌っていうのは奥が深い、本当にどれだけのものをこう皆さんのご期待に応えることができるのかとか、作ってらっしゃる方の思いに応えられるのかとか一生懸命考えてやってますけども、まあ皆さん感想待ってます。そうですね、5PB の方へ送っていただけると、小安さんとっても良かったよっていうメッセージだけ待ってます。他はいらないのでその辺よろしくお願いします。あと最後に他の人のもね出てるんで、それもちょっと聞いてみようかなと思っても、まあいいかな聞かなくて。そう思って買おうかなと思ったらもう一枚俺の買っといて、そういう感じで、ありがとうございました。ではまた皆さんどこかでお会いしましょう。